志保。保は、日本の女性ファッションモデル。滋賀県草津市出身。サトルジャパン、スターダストプロモーションを経て、志保スタイルに所属。現在、韓国では、矢野志保、名義で活動中。格闘家の秋山義弘は夫である。幼少期から、手足が長く細身で、高校へ進学して、すぐに、母親から、 将来はモデルにでもなったらと勧められて、サトルジャパンのモデルに応募した。16歳から同事務所に所属し、17歳でモデルデビュー。ほどなく雑誌、プチセブンで初めてレギュラーモデルを務める。撮影ではすでに活動していたカンダウの共に務めた。当初は仕事のたびに滋賀から出かけていたが、本格的にモデルとして活動することを決めて、 高校3年生の18歳で単身で上京し、滋賀県立草津東高等学校から、東京都立玉川高等学校へ転入して、卒業る。玉川高校で同級の星野明は、プチセブン編集部へ行く資料に同行してスカウトされて、プチセブンのモデルになった。2002年9月6日に、実著の絵本、オールハップにーズグッド、11月29日に、初の写真集。 モデル志保を発売し、2003年の9月に女性誌、アンアンの1391号でセミヌードを披露し、10月から東京 FM の週末枠でラジオ番組、志保の日産ナチュラルパレットを始める。2005年はアディダスと日本人モデルとして初のアンバサダー契約を結ぶ。また札幌ビール、ドラフトワンカオビオレ、ヤマトウミュ ワコールの CM に採用され、映画、ヘイフラワーとキルト州の翻訳監修を務めた。2008年に NHK トップランナーで、柳井道彦と共に司会に抜擢される。2009年に、総合格闘家の秋山義弘と入籍して、一緒にいて安心でき、いつでもどんな時も私が私らしくいられる人です。と語った。 2011年10月24日にジョジオ、出産して2ヶ月後に体重を1 0ラムの減量に成功し、その際に用いたエクササイズを表したトリニティスリム全身痩せストレッチは発売約2ヶ月で12万部を売り上げた。2014年日本のみならず韓国でも活動を開始、KBS リターンオブスーパーマンに家族で出演、娘のチュサランコと、 秋山サランが子役として韓国でブレイク。2017年 SBS 局にてモンゴル生活を体験するリアリティ番組チュブリケが来たに家族で出演。2018年フジテレビダウンタウンナーにて子育てがあまりにも公認と批判された。現在 L オンラインにてマイライフセオリーを連載中。日本、韓国を中心に モデルとして活動している。金曜、プレミアムお客様は知っている。フジテレビ、探検学問 NHK、ダウンタウンガーフジテレビ、カンジャニエイトのジャニベン関西テレビ、白熱ライブビビット TBS。ちょっとざわつくイメージ調査もしかしてずれてるフジテレビ、朝 1NHK、四方綺麗の秘密。おうちヨが1.2アクトン TV 講師、ピッタンコカンカン TBS。 中井の窓日本テレビ、明日キラリ、富士テレビ、白熱ライブビビット TBS、踊る、サンマゴテン、日テレビ、ラストキス TBS、千原ジュニアの、シュッとしよ、ABC 朝日放送、未来シアター、コメントネヌ TV、一服 TBS、ポン、ネヌ TV、虹色ジーングスさんを連れて行くなら、こんなとこ系 TV、あの日に帰りたい TBS、 ノンストップ。CX、ヒルナンデス。ネヌ TV、ウマノンザプラネットネヌ TV。今夜比べてみましたネヌ TV。スイッチインタビュー達人たち NHKE テレ、開港平成美人塾 VTR 出演富士テレビ、地球の最先端をスクープ。スクーパー日本テレビ、グータンヌーボ関西テレビ、メレンゲの気持ち日本テレビ、ネプリーグ、富士テレビ。 a スタジオ TBS トップランナー NHK 総合レギュラー司会幸せロハス BS 朝日レギュラーミスターブレイン TBS マリコ役ほか多数出演シホのリアルトーククロス FM レギュラー死保見木広ミシンデレラボディレギュラーシホの多すルプラス文化放送レギュラーシホの日産ナチュラルパレット東京 FM JFNK レギュラー セルフケアセルフケア40のアンチエイジング方言当社、シホラブズヨガから、おうちヨガ、エムオンエンターテインメント、シホグレートクリエイターズ宝島社、トリナティスリム、全身痩せストレッチ SDP、シホエスビューティーセオリー SDP、痩せトレ、シホサクリメサット収益社、おうちヨガシホミッツヨガソニーマガジンズ、ビューティトーク不走者、ハローキティのスタンプビレッジ全後換ナレーション、 フー AMI? ホワット AMI? マガジンハウス ?3 分間トレーニングメソッドバイアディダスパフォーマンスシホマガジンハウスシホトレマガジンハウスモデルデイズ2005シホソニーマガジンズモデルシホアイランドデイズポニーキャニオンモデルデイズ2004シホソニーマガジンズ ?DVD モデルシホポニーキャニオンオールハップンイズグッドモデルシホラブピースシホ 52? シ四カタ五十二法則総合例、邪神集。マリソルレギュラー大人ミューザーマン、アンドガール、アニコン、AR、バイロ、ボアオ、ブライズウェディング、クラッシー、クリー、ダゼル、ドマニ、F、L、ルデーコ、エラガール、エルジャポン、エルマリガネ、ホロ、フィグロジャポン、フラオ、ファッジ、ギナ、ジンジャー、ギングリッター、グラマース、GQ ジャパン、ゴールド、ハパー、 エスバザー、ハーズ、インレット、インプレッション、ジュエリー、ジル、ジェイジェイ、ディー、レオン、ルック、ルシー、ママガール、マママリア、マキア、マガール、スピンオフ、ミナ、モア、ニナ、ノンノ、ヌメロ東京、オッチ、オーシャンズ、プレシャス、レギナ、レギナプレミアム、レディーゴー、レーナ、ルナ、サファリ、サクラ、センス、ストーリー、スパー、スイート、ウォーモ、ベリー、 ビビ、ボーグガール、ボーグジャパエヌ、ウィズ、WWD ジャパン、WWD マガジン、随礼異人風賞、結婚参加、BST、美人百科、ジゼル、プチセブン、マリクレール、ミセス,ス、25アンスパイシケル。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。